俺は岩手のベインユーザー SPYGIA スパイギアよろしくな。エクシアとなんだっけ、アクシア、エクシアとあれだったな、ザクスはマジ難しかったな。うっせえ、テクニック見せつけられてマジでうっせえ。あそこの上、おい、なんなんだよマジで。ボコられたんだが、テストプレイ、テストプレイ俺落ちた上に今回呼ばれてボコられたんだけど、なんだあそこの上。忖度マジなかったんだけど、なんだあそこの上、意味わかんねえ。しかもまんざらじゃなかさそうだったしな、マジ気持ちよさそうな声してたな。声色がなんかマジで明るかった、入ってきた瞬間。マジウキウキしてたし、これやばいかも、やばい、かれる、やばい、いやマジか、強すぎエクシア。うざいね。マジか。すげえ。ザムでめくられた。マジか。いやこの人マジでやばい。ニュータイプだ。ガチだ。本物だ。本物よ。ちょっと。本物のニュータイプ。あなた良さそうだったな。最後気持ちよく寝られたって。なんだよこれ。マジかよ。出直し？普通逆だろ。マジかよ。本当だよ。最後勝ってやっただろうこれ。ちゃんと分からされた。しかよ。くそ、ボコられたんだけど。マジ。甘くないゲームだってこと分からされた。これファイナルラストですかこれもしかして。まあでしょうね。ちくしょう。BO5 だから。BO5 で。BO5。21だからまだ。まだ2戦は楽しめます。エキシビジョンマッチ3戦目が終了しました。本日のエキシビジョンマッチは以上です。全て終了です。間髪入れずに無情。挨拶来てる。うまい。はい。無情で。これ絶対勝った瞬間に気持ちよくタイピングしたでしょ、これ。うざすぎる。本日は終了って。終わりです。しょうがねえ。出直しだな。僕ら2週間できないの、これ。確かに。そうなんだよな。やりてー。マジになった。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。なんか機嫌いい。なんか機嫌いいっすね。声のトーンが。いやいやいや、もともとこういう声質なんで。はい。怖いねえな。いやいやいや、全然。いや、はい。全然、本日はお手合わせいただきありがとうございました。ありがとうございます。何言っても見てみなさんいません。大丈夫です。ありがとうございました。ニヤニヤ握手きたなこれ。いやまあもう少したら正式サービスもあるんで、ぜひその時にまた出直してきてください。はい。いや。わかりました。わかりました。リベンジお願いします。いや、はい。マジで。いや、リベンジというか、BO3 的には負けてるんで。ですよね。ですよね。ありがとうございます。まあ、別ルールも、別マップもたくさんあるんで。はい。次もし、お手合わせする機会があれば、もういろんなマップで、こう、対戦できればと思います。はい、よろしくお願いします。はい。なんか、一応なんか新機体とか、なんか新マップとかの感想とかいただいても大丈夫ですか？感想。正直な感想ですか？めっちゃ広がった。あ、正直で大丈夫です。おじゃあ、河川さんから。なんかあるから聞いたんじゃないの？今の正直言ってもいいですかって。こっちまで覚悟したのによ。でもガチ強かったな、マジで。さすがだな、あれ。でも、なんか開発の人たちって大体あんまりゲームプレイしないで、そのゲームのことだけ考えてる感じ結構あるから、なんか、みんなやってていいね。
ちゃんと。ちゃんとゲーマーでいいね。大体の開発人とかって、あんまりゲームやってなかったりするんだけど、ゲーム会社の人たちって。ちゃんとやってんのが、ちゃんとゲーマーでよかった。そこだけは。すごくいいと思います、本当に。ちょっと煽られましたけど。なんか俺大体ホガキさんに殺されてたんだけど、最後なんか上とかで回復してたら、なんか俺やったかマジで大体あの人がなんか突っ込んでこなかった。マジいい性格してるわ。まあでもセオリーとしてはサポート役最初に倒すってのは、まあそれはどのゲームでもそうだから仕方ないんかな。アンチ？アンキ、アンチか。これから俺も22日からやってもなんかあったらホガキ。マジで俺の方ばっか来てたもんな。マジでジムスナイパー3連発くらいのなんかやられた時と、あとなんかザク2のさ、新キャラのウルトよ？あいつ全然ウルトたまんねえのにさ、ウルト最後回してぶん回してったら、なん誰かに抱きつかれて穴落とされたし。いや、わかんねえ。立てろよ、もう少し、ストリーマーを。仁王立ちも誰一人打たねえし、マジで。ザク2はマジで、むずいな。エクシアがちょっとおもろそうだったな。ちょっと練習してみたい。あれあれおもろそうだった。ちょっとなんかスキルが多すぎてちょっと扱えなかったけど、あの短時間じゃあれ多分ね使いこなせたらマジ絶対強え。面白そうだったけどちょっとね、相手が強すぎて無理だった。